で、あ、ほ、あ、いいよ、別に。返されて、はい、はい、はい、ありがとうございます。どうぞどうぞどうぞ。はい、今回ですね、こちららしいです。なんだこれ、セブンって書いてある。セブン&アイ、セブンカフェ、セブンカフェ、セブンカフェゼリー、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 はい、美味しいんですか。美味しいです。多分、いえ、美味しいです。美味しいの、はい、美味しいです。はい、食べてみます。食べたい、え、食べたい、あ、そらね、食べたいよね。また生クリームだけ食べる。またまたですか。まあ早速ですけど食べちゃいますけど、こんな感じです。プリプリしてない。ないない、うん、美味しそう。なんか濃そうだよね、あのコーヒーが。そうだね。あれ、このコーヒーってあれ、いつもセブンで飲めるあのコーヒーのあれなのかな。そうなのかな、わかんない、わかんない。ホイップクリーム、わかんない、そこ、うん、書いてないと思うけど、うん、うん、ホイップクリーム、コーヒームース、コーヒーゼリーで、あ、いいよ、いいよ、いいよ、なんすごい、セブンのコーヒーがゼリーになったって。それ、セブンカフェゼリーなんだって。へえ、そうなんだ。合ってます。書いてある、セブンカフェの豆を使用した、書いてあるじゃん。なんだよ、そこは知らなかったよ。でもこの予想で言いました。このね、このね、カップがね、うん、普通のセブンのコーヒー飲んだ時のカップに似てる。あ、そうなんだ。似てる、似てる、似てる、似てるんだ。似てる、うん、似てる、似てる、多分。多分なの、多分それも意識してると思う。はい、です。じゃあ食べていきます。まずは生クリームからだな。ん、生クリームから、うん、なんだろうな、生クリームなんかちょっと味が、え、でも普通のホイップクリームでしょ。だよ、いや、生クリームだけ食べると甘みがちょっとない感じがします。うん、うん、うん、コーヒームースも一緒に食べたの今。うん、ムースだけ、ムースだけ、ムースだけ。ああ、コーヒーだね。これは大人のあれだね、うん、味だね。へえ、多分。いや、ママの感覚とパパの感覚じゃ違うかな。あ、でもほろ苦で大人の味って書いてあるでしょ。うん、うん、ほら、言った通りだ。スプーンで刺すのやめなさいって。うん、舌切れてるんだ。どうしたらいい。顔映さないで。違う違う。切れてるんだね。合ってる、ピント。うん、合ってる合ってる、うん。ゼリーが切れてるよ。うん、角ゼリーになってるでしょ。うん。うん、それ見せるの忘れてた。うん。ね。うん、どう？うん。美味しい。美味しい。うん。あれでしょ、本当に大人の味って感じでしょ。ほんのり甘くて。うん。うん。はい。ちょっと、うん、もうちょっと食べよう、うん、美味しい、うん、うん、また生クリーム、生クリームがすごい減りが早いよ。でもこれあれだね、生クリームと一緒に食べるとちょうどいい味になるね。うん、うん、すんごい、それがちょっと感じたかったっていうか。ああ、うん、そしたら7分減っちゃったんだよ。ちょっとどうしようもないじゃん。うん、はい、ということで今回はセブンカフェゼリーを買って食べてみました。はい。
サンクリームを使ってるみたいです。お仕事中の休憩の時にペロって食べてもいいし、ね、うん、ランチの後にねデザートとして食べてもね美味しいです。コーヒー飲む代わりに食べていいの？そうだね、うんうん、ひんやりしてて美味しいです。一度食べてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。なんで笑ったの？あと食べて、うん、うん、ありがとう。待って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 、お締めだけさせて。